僕いつもあのね、車の中でね、撮影してるんですけども、夏はね、もうエアコン、エンジンつけてエアコンつけながら撮影しないと熱中症になっちゃう。いつもありがとうございます。オスボンバー、徳島のバンブキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、あの、エアコンの風の音が入っちゃったらごめんね。はあ、で、今回のテーマなんですけど、ちょっとこの動画出すの遅かったかもしれんけど、ちょっと遅い、一足遅かったかな。じゃあ何が言いたいかっつったら、まあ、77体ピックアップ交換所、願いの短冊後、皆さんも交換、なされたかと思うんですよ。まだね、まだ悩んでるって方は、ぜひブラウザーバックしないで、最後までご視聴していただけると、幸いでございます。はい。で、このね、願いの短冊号に関しまして、7月15日5時にですね、人気キャラクター上位7体をご紹介というバナーが飛び交ってまいりました。俺ちょっとね、これにちょっと物申したいことがあってですね、ちょっと撮影を始めたんですけど、まあ、確かにね、第1位から第7位まで、極限Z覚醒して強くなりました。で、ガシャの確定欲で、ま、ちょいちょい見るかと思うんで、育成してない方ぜひ、ま、育成していただいて、どれもこれも強いんですよ。どれもこれも強いんですけど、いや、第1位か第3位、これかって思っちゃってですね、僕。なので、この動画では、私が選ぶ、ベスト3、ちょっと紹介していきますわ。ぜひ、まだ悩んでる方、まだ交換で悩んでる方、ぜひ参考にしてちょうだいというところで、ちょっと早速ね、紹介していきましょうか。で、ちょっとその前にですね、ちょっとその前に、ごめんね、ちょっとその前に、この願いの短冊やら、秘宝やら、フェスコインや伝説コインで交換する基準としましては、まず一つ目、持ってないキャラを交換する。で、二つ目、とつれるキャラを交換する。で、三つ目重要で、味方の補正をしてくれるキャラを交換した方がいい。この三つをですね、ぜひ頭の片隅に置いてですね、ちょっとお話、聞いてほしいんですけども。で、先ほどの第一位、ね、ビルスイス、これも強いんですよ。気玉変換してくれるは、フュージョンまたは神次元の補正もしてくれる。ただ、フュージョンと神次元の補正しかしないんですよ。わかりますか？はい。で、2位の邪念部。これもディフェンス無限上昇で、で、回避をしたターン中すべての攻撃をガードで、ターン終了時 HP 13% 回復で、攻撃者敵のアタック 33% ダウン。めちゃめちゃ強いんですよ。めちゃめちゃ強いんですけど、結局、アタッカーなんですよね。アタッカー、俺なんで邪念部2位になったんかなってちょっと不思議に思っちゃって。まあ、強いけどね。うん。で、第3位のベジト。俺、これがね、よくわかんない。俺ね、俺、これ、ビルスイスが、ビルスイス1位。で、邪念部2位。ね。で、3位ベジトです。っていうランキングだったのであれば、1位は俺ね、超技ベジットだと思ってるんですよ。なんでか。これね、本当に強くて、必殺技効果で一旦仲間アタックとゲンス 30% アップしてくるんですよ。で、さらにパッシブで、自身のアタックとゲンス 150% ベースなんですよ。で、パッシブで、味方全員のアタックとゲンス 30% も持ってるんですよ。で、必ず追加攻撃ですよ。ということはですよ。もし、追撃で、必殺出たらですね、まあ、必殺2回打つことになりますよね。で、アタックとディフェンス 60% アップするんですよ、味方の。で、さらにパッシブで、味方の、アタックとディフェンス上げてくれますから、30%。合計で 90%、アタックとディフェンス 90% ね、味方に補正してくれるわけですよ。俺、これなんで第3位なのかなと思っちゃって。これ第1位でしょうよ。って思ってます。はい。で、私が選ぶね、ベスト3。まず、長兄いきましょうか。長兄ベスト3。こちら。これね、本当に味方の補正もしてくれて、自分自身も強いですから。俺、
が選ぶ願いの短冊語のベスト3はこれです。まず第1位、先ほどのこのベジットですね。はい。で、このね、超技ベジットをね、持ってるぜと。いう方はですね、まあ、とつらせてもいい。虹になってなかったらとつらせてもいいけど、基本的このゲームって、母体持ってたから、母体持ってたら大丈夫だから。で、もう技ベジット持ってるぜっていう方はですね、この血ベジット交換するのも私おすすめしてます。で、必殺技効果で一旦仲間たくと電子 30% アップなんですけど、先ほどの技ベジットよりもパッシブは劣ります。ただ、取得した木の玉1個につきさらにアタック 20% アップするんで、もう木玉取れば取るほど、このチベジットね、効果力出します。ただ、味方全員の気力しか上げてくれないんですが、本当に強いキャラかと思ってますんで、この超技ベジット持ってる方は、ぜひチベジットを交換っていう、考えも、私はいいかなと思ってます。で、第2位行きましょうか。第2位これ。スーパーサイヤ人2総合反戦人気。これね、これいいっすよ。これめちゃめちゃいいんですよ。自身のアタックと電子 100% で、味方全員の気力プラスにアタック電子 35% アップしてくれて、で、バトル中自身が3回必殺発動すると、そのターン以降、中確率で会心が発動で、中確率的の攻撃を回避となってますんで、もう追撃ふんだんに振ってます。はい。で、ドッカン覚醒前のイラストは、まあこれですね。うん。これなんで、第2位にしなかったのかなって私は思っちゃうんですね。うん。やっぱりね、全属性ガード、ダメージ軽減、で、味方の補正、この3つのパッシブスキル持ってるキャラはいつまでも使っていきますんで。はい。で、第3位。トップ破壊神モード。これね、必殺技で、一旦仲間アタック 30% アップしてくれます。で、さらにですね、味方全員の気力プラス1アタック電数 40% です。はい。で、敵全体電数 70% ダウン。で、HP 70% 以下で、受けるダメージを 40% 軽減。お前、これ2位の方がええんちゃうかと思ったでしょ。これね、ちょっとチーム組みにくいんすわ。ちょっとチーム組みに、まあ、上地元編成で、連れて行ったら、めちゃめちゃ、役に立ちます。で、先ほどのバナーの第1位、ビロスイスと、こいつ並べたらですね、味方の上地元の強いアタッカーが、よりアタック値、出してくれますんで、もしね、この第1位のビルスイス持ってて、トップ破壊神モード持ってないっていう方は、ぜひね、このトップ破壊神モードを交換してですね、上次元編成で、上次元曲でスーパーバトルロード行くなり、もうそれでこそレッドゾーン行くなりしてですね、行ったらですね、本当に役に立つキャラかと思うんで、ぜひね、長兄、もし長兄のキャラが欲しくて悩んでる方、私なりのベスト、はい、3は、やっぱり第1位は技ベジットで、第2位が2孫悟飯青年期で、第3位トップ破壊神モードということですね。はい。で、技ベジット持ってる方は血ベジット交換するのをおすすめするかな、私は。はい。まあ、あくまでも私の考えなんで、まあちょっとでも参考になったらいいかなと思ってます。はい。で、続きまして、ゴッケーのキャラ欲しいんだよな俺って方、お任せください。私のゴッケーベスト3。こちらです。もうこれ。もうこれに尽きる。うん。まず第3位行きましょうか。ケフラ、あ、ごめんなさい、ケフラちゃうわ。フーラ。これもね、アタック大幅上昇、ディフェンス上昇の、アタック無限上昇ですし、ディフェンス無限上昇で、で、パッシブスキル効果。必殺技発動時、アタックディフェンス 120% で、高確率必殺技が追加発動です。で、必殺技を発動するたびに、自身の会心の発動確率 10% 最大 30% で、フュージョンまたは最強一族の味方の補正がついてます。はい。で、ドッカン覚醒前のイラストがこれですね。はい。サタデーナイトフールですね。これもガシャの確定役でちょいちょい見ます。で、もう極限ゼット覚醒して、めちゃめちゃ強くなりました。はい。なので、ぜひね、ゴッケーで悩んでる方ですね。この補正、フュージョンと最強の一族の補正を持っているフーラー交換するのをおすすめするかな、私は。ちょっとごめん、
俺トップ破壊神モードのドッカン覚醒前のイラスト見せてないな。これな、これこれこれ、うん、でドッカン覚醒でこれになるから、はいはい失礼で続きまして第2位、これですね、ヘルファイター第2位というかね、正直ヘルファイター持ってる方、人造人間17号交換してほしい、極速の、うん、これヘルファイターのドッカン覚醒前のイラストですね、はい、これもガシャの確定枠でちょいちょい見ます。で、パッシブスキル効果ですね、自身のアタックとディフェンス 120% ベースですね。で、必殺技発動時さらにディフェンス 120% で、味方全員の気力プラス2でアタックとディフェンス 25% アップで、自身の他に名所に17号を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるときさらにアタック 170% アップしてくれるんで、効果力ですし、味方の補正もしてくれるということでございます。で、それの相方数はまあいいや。これ、極速人造人間17号ね。うん。で、これの、ドッカン覚醒前のイラストが、こちらですね。はい。左に向いてる方ですね。ヘルファイターは右に向いてる方でございます。はい。で、極限 Z 覚醒後のパッシブスキル効果。自身のアタックと伝説 120%、必殺技発動時、さらにアタック 120% です。で、味方全員の気力プラスにアタックと伝説 25% アップで、自身の他に名称に17個を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき、さらに伝説 170% アップしてくれると。この人造人間17号に関しては、ディフェンスを上げると。で、ヘルファイターに関しましては、アタックを上げるっていう感じですね。うん。なのでね、ぜひね、先ほど言いました、極地ヘルファイター17号持ってる方は、この人造人間17号交換してもいいし、この極速人造人間17号持ってるぜって方は、このヘルファイター17号交換するっていう感じで、交換した方がいいかなと、私は、思ってます。この合計のベスト3ですね。まあ、ベスト3。うん。で、この両方ね、ヘルファイターも、人造人間17号も、フーラーも持ってるって方は、やっぱりもうここへなんね、邪念ブー、先ほどのバナーの、第2位の邪念ブー交換したり、第4位の人造人間21号変身、交換したりということで、これが人造人間の 160% リーダーっていうのがね、もうミソですよね。多分これで第4位になったんじゃないかな。第5位だったかも。ちょっとごめんなさい。忘れましたけども。そんな感じで、交換、まあ、していく、ようにしたらいいかなと思ってますね。合計の私のベスト3は、もうこの3体ですね。フーラー。もうこれ、人造人間17号とヘルファイター17号とめちゃめちゃ使ってますもん、今も。やっぱりいつまでもね、使うキャラ交換するのが本当にいい。うん。というわけでね、ちょっといかがだったでしょうか。私なりの、願いの短冊5のベスト3ご紹介という動画でございましたけども、少しでも皆さんの参考になれば幸いかなというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。